あんずちゃんがですね、ちょっと時間が経ったらここへ入ってしまうわけです。実はこの中が、暗くて、狭くて猫が大好きなスペースっていうのを知ってしまったのでですね、で、ここに入らないようにここの隙間を埋めようということにはなってるんですが、ちょうどいい大きさのこう詰め物がなかったので今また入ってしまいました。で考えたのがですね、はい、これです。これは以前、いただき物だったんですけれども、まだ組み立ててない段ボールのこうやって入る箱ですね。これをここのキャリーの、キャリーじゃないや、ケージの中に作って入れちゃおうかなと。そうするとそれなりにこう暗がりができて、そこを楽しんでもらえるかなと。でできるだけここは、今は入ってますけど出てきたら、埋めると、何かいろいろ詰め込んで埋めると。ただ実を言うとここの入り口だけではなくて、様々こういった形で入ることは可能です。なので、もっと好んでくれる場所を作りたいと思います。では制作開始。はい、完成しました。こちらのケージはトイレを撤去してですね、遊び場としてこのように設定いたします。こっちから、あ、そういうことか。ここ入れんのかな一番大きい入り口の方がケージの柵にかかっちゃうので、まあ人間が見てどうのをやめようか。じゃあ、かわいいのはかわいいんですが、こっちに向けましょうか、それともこの横に向いてる方がいいかな。いや、ステップはステップでこの上に乗るのにね、気持ちよさそうだから、まあそれも、いらなそうだったら後で。はい、でですね、あんずちゃんが裏から戻ってこないのを心配される方もいると思いますが、実はこれをやるとですね、ほら、ほら出てきた、ほら出てきた。アンズちゃんはとても遊び好きなのでですね、これで誘えばほぼほぼ大丈夫です。今気がついたね。あ、シオンくんが先に入りました。
ポンちゃんまで来た。ポンちゃんも遊ぶか。シオン君が出てくれません。じゃあもうちょっと入ってみれば。あら、また向こう行っちゃうの。なんとじゃあシオンくんが出たら今度はポンちゃんが偵察に行きました。なんとちゃんはその次じゃないとダメみたいですね。ああ、でもその逆だったの、最初はね。あ、そうだね、うん、で、右の方に詰め物をしたんだけど、まあ、いずれにしろまあ、いろんな形になるやつの方がいいんだけど、ここがだんだん気に入り始めてる。何かというとあそこで入りたがるね。
よしよし。最高だね。新しい隠れ家はこの二人に大人気になってきましたが、アンズちゃんはまだ入れてもらえず、またこの奥に入ってしまいました。はい、おいで。はい、3番目はジャン君が入りました。アンズちゃんはまだ入れませんね。まあ空いてる時も入らなかったけど、そして一回棚の裏に隠れましたけど、今は外で悠々と寝ています。